アズーリーモーニング金曜日始まるよおはようございます5月21日金曜日アズリーモーニングが始まりました毎週金曜日アズリーモーニング担当しております役者やっております役は光瀬と申しますよろしくお願いいたします はいえーっと何ですかね今日は今週はねあの僕があの金曜日毎週担当してるんでなんか金曜日ってまああのいいなぁと思うがあのやっぱ週末の前日で1週間こういろいろ 何かいろんな出来事があったなって、あの見返せる曜日でもあるので、すごくちょっと助かってるなって思います。でも今週はね。すごい。いっぱい。いろんなニュースありましたよね。あのー、前、まあ、役者の田村正和さんね。お亡くなりになったりとか。あと今朝ちょっと見たの。 ベルセルクのねあの作者さんが亡くなったとかベルセルク僕読んでなかったんですよめちゃめちゃ有名でしたねうちの兄貴は漫画本確か買ってたと思いますね昔であとはあれですか結婚ですよねガッキーと <laughs> 星野源さんのうらやましいです羨ましいですな <laughs> ね、あと今週でもいろんなこととありましたあとは昨日の夜ですかね、あのー、コロナ関連でいうとワクチンがあと2社承認されるのが多分今日見通しになるとかあと今朝朝一だと,、えー、とー戦争ですかあっちの方の、えー、とえパレスチナでしたっけ、ね、さっきまでニュース見たんですよねあれ,あれが停戦になりますみたいなそれはちょっといいニュースかなと思いますけどもね。 ねあのー、戦争戦争とかね、やっぱ日本にいると全然そんな感覚はないんですけども、やっぱよあのー、ねやっぱあるところはあるんで、まあ、ロシアの方でもねもめてたりするんで、まあいろんなニュースがありました。で、僕、個人的に今週は、何かな、まあ床屋行ったぐらいですけどもね、<laughs> 全然関係ないですよね。<laughs> <laughs> でこ,ないこない、ね、そうあの間ね友達と誰のは、ね、あのテイラー・スウィフトかなの話かなんかしててあのよく年収があのよくネットに載ってるじゃないですか年収何億とか何十億とかでテイラー・スウィフトのなんかたまたま見たんですね「あのハリウッド俳優はいくら稼いでる」みたいな。で見たらあの何十五十億とかだったかなテイラー・スウィフトが忘れたんです五十50億やばいなって。 で月給にしたらいくらだってで月給で調べたらまたそれが何億でじゃあ時給に換算したらみたいなそんな計算して紙切ってツイッターのそれでまた何千万入るんでしょうみたいな話して <laughs> すげえなと、ね、で、ね、夜寝てるだけでもお金がチャリンチャリン入ってくる商売って何なんだよって、ね、いや夜の稼いでる、ね、それだけまあ魅力があるんでしょうねその稼げるっていうのはそのタレント性というかねその人のまあ <laughs> ね、もう僕も頑張っていきたいと思います。なんかね、あの演劇のお仕事あれば、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。<laughs> はいえー、それでは、えーと、今週も始まりました。アズーリ・モーニング金曜日です。えー、トリゴリ・アズリ FM は、インターネット型テレビラジオです。見て、聞いて、参加する番組、日本一尖った番組、たくさんの番組を放送しております。<laughs> ただいまの時間、アズリーモーニングでは、台東区の情報発信、地域活性のお手伝いをさせていただいております。そして、えー、と9時からはアズリーモーニング第二部といたしまして、台東区に関連する、えー、と素晴らしい方、企業の方、 もしくは、えっ、ー、と、例えば、こちらのアズーリモーニングを運営されてるアズ。えっ、ー、と、鳥がア,アズーリに所属している。あのタレントさんとか、ご紹介したいと思いますので、えっ、ー、と、八時から9時、9時から10時まで、ぜひお付き合い、よろしくお願い致いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは、えー、早速いきましょうか。えっ、ー、と、一番最初、いきましょう。えっ、ー、と、どこか。あ。 大事なこと忘れ。<laughs> なんか、なんか雰囲気がおかしいなと、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、コロナ感染対策しております。スタッフの重も軽温と、えっ、ー、と、アルコール消毒しております。そして、こちら室内の方。えー、トレイルフレッシュ、こちらの方で、えっ、ー、と、オゾンで空気の方をきれいにしております。ご安心してく、くえっ、ー、と、ご視聴くださいませ。まあ、一人しかいないんでね、今のところ。はい、続きまして。はい、番組、こっちか。番組へのご質問はこちらまで。 えー、ツイッターやっております。ですえー、と番組への、えー、とご質問ですとか、えー、とゲスト様もしくは私への、えー、質問、えー、応援メッセージとかお待ちしております。えー、いただきましたらあのスタッフがあの都度チェックしておりますのその場で読み上げますのでぜひメッセージお待ちしておりますお願いいたします。 番組応援の会こちらも募集しております。あ PDF 出ますね、こちら。ありがとうございます。えっ、ー、と、年会費1万円で、えー、生放送に参加しませんか有名人の番組、井筒監督、木下、放課、えー、放課さんって言った方がいいですよね。なだか、達夫さんなどの冠番組、プロレス関連の番組、ジャガー横コさん、藤波、辰巳さん、レオナさん、フリーダム、ウェーブ、バサラ、アク,アクトウェルスガールズかな、アクトウェルスっていう、ジャストタップアウト、 ヒロシピュアジェイ・大日本プライスの冠番組浅草二十一席芸人久保真司篠原美香の冠番組浅草橋駅近く居酒屋林の冠番組パチンコライター平山の冠番組 AV ライター朝さみ様かなセクシー女優の冠番組などたくさんの番組しております。 募集しておりますすはい年会費1万円ですそして会員になりますと、えー、生放送見学応援する番組 MC とのイベント生放送中テレビ電話など行っております今写真も持っていてますねありがとうございますはいえー、そしてこちらですね「鳥貝アズレーフマ、まあ、インタビルとかテレビラジオです見て聞いて参加するできる放送局アズパーアットマークアズーリンク .com」 件名に番組名を記入の上、メールをお願いいたします。会費一万円になっております。アズパンアットマークアズーリンクドットコムになってます。はい。詳しくはウェブで鳥越アズーリエフムで検索お願いいたします。ええー、冠番組持ちたい、自社の広告番組持ちたい。番組応援、スポンサーしてみたいなど、お待ちしております。何でもいいので、こちら鳥越アズリエフムで検索、そしてメールお待ちしております。よろしくお願いいたします。 ます。はい、それでは早速行きましょう。ええー、と、天気予報から行ってみます。そうですね。まあ、もうね、天気予報見るまでもなく、まあ、最近は雨ですね。まだ関東は梅雨入りの発表はしてないです。もうね、毎日どんよりとした雨が降ったりやんだりしてます。えー、今日二十一日、金曜日、えー、曇りのち雨。 なってますね。と降水確率50%、50%、50%。まあ今日2分の1の確率で雨が降ります。もうね、天気予報見なくてもね、空を見るかもうどんよりしてるんで、ね傘は必ず持ち歩いてます私は。はい、そして週間予報行ってみたいと思います。はい、えー、明日22日土曜日晴れ時、う、曇り時々晴れ。あ、えー、明後日23日日曜日晴れ時々曇り。 24日月曜日晴れのち曇り25五火曜日曇り26日水曜日曇りのち晴れあ曇り時々晴れ27日木曜日、えー、晴れ時々曇りになっておりますで、えー、と最高でもまああのあれですね日中の温度っていうんですかね25度前後になってるのでえー、ねまあ蒸し暑い蒸し暑いっていうのかな何だろうあの雨のこの湿気と 暑さでなんかねもう家帰るともうベトベトトしてますね家帰る前からもうお昼頃になるともうベトベトしてもうシャワー浴びたいぐらいの天気ですよね。なんかねこの間あとあのねあのー、タイの方と、まあ、ちょっと知り合ってあ、まあ、話してて日本の、まあ、タイもすごい暑いけども日本の暑さは本当に苦手で理由がなんかあの湿気がひどすぎるんですよ。 なんかやっぱ向こうの方はカラッとししてるらしいでですねで僕もヨーロッパ住んでたんでヨーロッパの夏はあのそんなジメジメしてないんですよもうカラッとしてて気持ちいいぐらいの天気なんですよいや東京東京の夏だけかな地方はそんなジメジメしてるイメージはないんですけどねあれからエアコンとかね室外機の熱もこう街ん中に出てくるからそういうのも影響してんのかなとも思ってますけどもね えっとまあ、なのでね外出たら暑かったりジメジメしたりね雨降ったりするんで、えっと、皆さん体調お気をつけくださいませなんかあのねあの天気が悪い地域の時の方が何て言うのか、ね、の精神的に弱ったりするっていうのもなんか聞いたことがありますだからなんかねあのイギリスとかアイルランドの方はなんかうつ病が多いっては聞きました まあ僕は調べたわけではなねあの聞きかじっただけなんででも天気が悪い方ってなんかそうらしいですよなんで天気のいいところはなんか陽気な人が多いみたいな言われてますけどねなので、えー、皆さん体調の方気をつけてくださいはいありがとうございます天気予報でした続きまして、えー、渋滞情報ですかね渋滞情報行ってみたいと思いますはい。 今日の交通情報はい高速道路の交通情報渋滞情報は見つかりませんでした一般道路の交通情報になります都道452号線台東区谷中5丁目付近から、えー、3 6 3ル約1分の混雑国道4号線昭和通り台東区根岸5丁目付近から1 2キロメートル約4分の混雑以上ですかね今日はすごい久しぶり 久しぶりにねすごいですね全然混雑も渋滞も今日はいいんじゃないですか運転される方とかすごくねあのー、過ごしやすいっていうのが運転しやすいんですかねあおめでとうございます今日 <laughs> <laughs> ねすごいあやっぱ何なんですかねこう毎週渋滞が多かったり渋滞がなかったりのこの査定 ねやっぱあれかな先週も五島美っていったらみんなポカンとしてた、ね、<laughs> 絶対絶対五島美関係する今日21でしょだって昨日が給料出てるはずだからそれで混んでたんね先週は金曜日は14日で給料日が14日になってるから混んでたってあのこれは僕の予測ですけどね五島美は混んでるイメージです <laughs> <laughs> はい、まああのー、ね交通ね、あのー、交通渋滞とか、えー、混雑状況もほとんど少ないんですけども、あのーね、スピードの出しすぎとか、えー、とくれぐれも交通,なんて交通事故の方はご注意してくださいませまあこれはね交通事故ってね運転する方だけじゃなくてね、あのー、歩行者もね気をつけないといけないんですからね青信号だからってねあの信用して渡るわけにも最近いかないなと思う青信号の方が事故多いような気がするんですよねそれ僕だけですかね 青信号で確認しないと渡っててたまにほら突っ込んでくる車の事故とかあるじゃないですかで逆に赤信号を渡った方が安全だったりするんじゃないのと思う <laughs> そんなことない <laughs> めっちゃくビで <laughs> まあね青信号でもあのー、ねちょっと信用しないであのよく見てから渡ってください交通事故気をつけてください以上交通こちらね高速まあ道路情報でした続きまして、えー、と電車の情報いきたいと思います はい、えー、と電車の方もないですかねあれか常磐線っていうのは常磐線か常磐線各駅停車が7時4分ごろ綾瀬駅でまあ信号関係のトラブルってことですよねえー、と総武線もあ総武線内房線内で救護活動を行った影響で列車チェーンと内房線が、えー、袖川浦駅で救護活動これさっき一緒から内防内房線内だからね えーっと小田急小田原線東京メトロ千代田線で発生したってこれなんだろうこれ中見れます千代田線内で発生したってなん小田急線かあポイント故障の影響ってことですねそうポイント故障はよく分かんないですねこれは関係者でないと分かんないようなありがとうございます <laughs> でまあ あの遅れててるってことですねで、えー、と北千住車両点検銚子電鉄は感染拡大防止と、まあ、人身事故とかはないみたいなんで,で、まあ、あのポイント、まあ、あとまあ救,救護活動か救護活動まあなんかあったのかな、ね、たまに貧血かなんかで倒れたとかって、ね、あるで、まあ、あのまあ人身事故がなくてよかったですけども。 あの列車の遅延情報はまあいつもよりちょっと多いかなと思いますのであの電車を使っての出勤される方、えー、いつもより早めに出勤してくださいはい以上えっ、ー、と電車の情報交通情報でしたありがとうございますはい続きまして朝付きレースこれ俺がさっき今日ニュースあるからって見てたやつですねありがとうございますはい対独、えー、ニュース行きたいと思いますあばあねいつもとちょっと変わったのが今出てました予約 コロナの予約が始まるあ、予約専用サイト始まってますねー高速化が台東から入るんですね予約状況に関西えっと5月19日10時か24時の間予約ができば9倉がもう過ぎてるか関係ないですよねであこれは過去に遡って感じですねえっと14 のの次は17 65歳以上の高齢者予約開始しましまたで5月18の発表が5月19日の、まあ、夜はあのメンテナンスため1閉鎖しますとちょ上の方で見れますかねなんか予約あすごいですね台東区の方か予約できるんですよ、ね、あのよくニュースであの高齢者の予約ねワクチン接種始まりましたとか見るんですけどどっから予約するのかな僕もね気にはしてなかったしてなかった、まあ、あの対象じゃないんでなんか手紙送られてきてそこからアクセスするのかなと思ったんですけど。 こういういうになってるんですね予約接種予約をするって1回言ってみますなんか高齢者の方がわからないみたいなあっなるほどね接種まあこれ規約に同意してまあワクチン画面に進みますって多分あのチェックしていくだけだと思う多分楽だと思いますよね行っちゃっていいのかな <laughs> まあ予約しなければ大丈夫かあ混雑してんだええ まあそればっかりはまあしょうがないですよねあのアクセスが集中してるんだけどえなるほどまあでも予約はね予約方法は簡単そうだけどもなかなかサーバーがダウンするとかいろいろあるんでしょうねでえっ、ー、と、まあ、せっかくなんで予約方法も見てみましょうかねどうなってんだあいやあこういうことねインターネットよか電話予約 であ確かに僕ねこの間、あのー、歯医者さんのねあのメンテナンス派の,なんうの,あの定期検診の予約取ろうと思ったら電話した時なんか電話が携帯ならなんかつな、えー、がりにくくなってますとかな多分それも多分コロナワクチンの影響かなとは思ったんですけども。 なるほど予約やっぱしにくいんですねこれ,これ年配の方は大変ですよねせっかくまあね,ねインターネットみんながみんな弱いとは思わないんですよもう年配の方でもねインターネットを詳しい人いると思うんですよどそこからねわざわざ例えば誰かに頼んで一緒にやろうとしていざ入ろうとじゃ入れないみたいなこれはまあ確かに大変ですまあこればっかり言うはねえー、っとまあしょうがないっていうしかないのかなでもまあ もうちょっと時間経てばね、あのスムーズに予約できると思うんで、もうちょっと。えっ、ー、と、根気よく、まあ、毎日チェックするのがいいかなと思います。はい、ありがとうございます。えー、あ、そうだ、これもあるんですね。なんか、あの。台東区区議の方で、あ。ありがとうございます。台東区議で。これかな、台東区議会で、新しい議長、副議長と議会選手の監査委員が。決まる。なるほど。こういうこと、なんか。 監査員の方が決まったったてこことなんでですねっとで、えー、と今度はこちら,から新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急予防も台東区のこう、まあ、区長が発表しましたよってなんか確か YouTube もなんか出してたと思いますね。で、えー、と台東区区議会の区議,区議さんの取り組みがありましたので紹介させていただきます公明党台東区議団として、えー、ワクチン接種を円滑で進めるための緊急要望として服部区長へ申し入れを行いました。 号外も全と配布される中17日からの予約開始がスムーズにいくよう取り組んでまいりたいと思いますまあね予約開始がスムーズに行くよう取り組んでいきたいと思いますまあちょっとあのさっきサーバーダウンしてましたけどもねまあかでもまあ台東区に限らず東京都の方はねあの東京と大阪なんかもなかなか予約しにくいっていうのがね発生してますいやこればっかりはねあの なんつうのかな普段あるようなことじゃないので急にそういうサイトを作ったとかいろんなシステムが新しくできたばっかりなんでね最初ばっかりはどうしてもこういうふうにサーバーダウンしたりいろんなことが起きるかと思いますで僕,僕はねいつもこういうことはあの新しくなんか始まったらまあ最初予約取りにくいのはまあしょうがないかなとか思ってるんですよねそけ、うん、まあもうちょっと待ち場所予約できるまで頑張りましょうあこれも写真もあこれが要望しましたよという時の写真ですね えー、なんか区長が青島由紀夫さんに似てるなと思うのは僕だけですかね大好き誰もシーンとしてるけど <laughs> はいありがとうございますはいえー、続いてのニュースいきましょうかはいえー、となんか面白いのあいいっすねあのぬいぐるみとお泊まり会を開催します根岸図書館ぬいぐるみあぬいぐるみとじゃないんだぬい,ぬいぐるみお泊まり会 なるほどぬいぐるみお泊まり会を開催しますあなたの大切なぬいぐるみを図書館にお泊まりさせてみませんか素敵ですねこれはいいですね図書館で楽しく過ごすぬいぐるみたちの様子をこっそり写真に収めてプレゼントしますぬいぐるみが選んだお気に入りの一冊を忘れずに借りて帰ってねえ a、ー、めっちゃ面白そうじゃないですか。あいいですねこれ日程ぬいぐるみお預かり6月16日水曜日お迎えが18日ああ 可愛いいいいいですねここここううううのをこれ聞いたことないなこういうイベント台東区図書館に利用登録がある幼児から小学校低学年までのお子様定員5組1人でお泊まりのできるぬいぐるみこれは可愛い,いこの店員の理由が可愛い,いぜ1人でお泊まりのできるぬいぐるみ身長5 0センチくらいまでお泊まりは1人まで初めて参加される方 ぬいぐるみすすすんでで初めててかってね <laughs> 申し込み5月27日から6月5日ネギ岸都市間カウンターまたは電話にてご申し込みくださいこれはねかわいいですよねああ参加費無料いいじゃないですかこれなんかねあの昔結構前になんかあのヨー,ロヨーロッパかなイギリスかどっかであのよくヨーロッパの庭ってあのなんだろうあの小人のあの置物 たかカエるだったかな,カエルだったかな忘れてたなんかそれそまあそういうのは庭先に置いてあってでおばあちゃんがそれあのずっと長く使ってて大事にしてたらしいんですよある日とちょ突然それがなくなってあー誰か持ってかれた盗まれたと思ったんですねでそしたら何日か後かにあのハガキポストカードじゃてハガキが届いて写真と一緒に「あのー、おばあちゃん僕はあのずっとそこにいるの飽きたんで旅行に出てます」ハガキが届いたんですよ すすごくないですか何の置き物か忘れるんであのー、その海外に行ってる写真が送られてきてここんなとこ行ってるみたいなそしたら次がまた別の国に行って今ここにいますみたいな写真とまあ手紙ポストカードが送られてきてそれがなもう何枚も撮って大体1年後ぐらいに人形が朝あのおばあさんが外出たら人形が朝もそこに戻ってたっていう逸話があるんですよ。<laughs> これめちゃめちゃ面白いな、まあ、勝手に持っていくのはどうかなでも勝手に持ってったからちょっとドラマティックだなっていうのもあるんですけどもねなんかそういう感じですよねあのねいつも大事にしてる人形が普段プライベートでこんなことしてるなんて、ね、ストーリーがあったらすごい面白いと思うんでこれの取り組みね図書館のお泊り会めちゃめちゃ面白いでいいと思いますね子どもも喜ぶと思います。店員5名なんでね店あ組組か5組ってどういういこと 人形と子供も1人で1組ってことなのかな5組まああの5組なんでねまあお早めにって感じですねはいありがとうございますお泊り会でしたえっ、ー、と時間的にもう1個ぐらい行けますかねもう1個えっ、ー、と何かあれがちょっと下の方行ってもらって、えー、さらに表示見ましょうかあなんだら暮らしに役立つ講座 NISAiDECO を学ぼう受講者募集 暮らしに役立つ講座、ニーサイデコバぼボ受講者募集ニーサと。ニーサとイデコって知ってます。二 <laughs> 人とも <laughs>。二人ともくいかしい。<laughs> なんかね、僕もね、詳しくないけど、ニーサとイデコってあれ、あのー。まあ、資産運用の、まあ、株取引とか、なんか、そっちの子だと思うんですよね。で、ニーサは年間百十万までの。なんか投資して。 投資の金額って多分後で税金を納めなきゃいけないけどもそのニーサの部分はあの税金免除しますよとかね。例えば100万円のなんか例えば、えっと、どっかの会社の株を買ってそれが例えば1年後まあ何ヶ月後は200万になりましたと。 で儲けが100万あって通常だとその税金を多分株とか20パートかな多分払わなきゃいけないのが兄さんと払わなくていいみたいなそれが多分兄さんだと思うんよね井出子はわかんないです井出子も僕ねよく聞くけどわかんないです <laughs> はい兄さん井出子だどのような制度か知っていますか 本講座では、初めて資産運用を考える方に向けて、二つの制度の仕組みやメリット、留意点、税制優遇の違いなどをご説明します。ニーサ・イデコの基礎知識を学んでみませんか？日時、えー、令和三年六月二十九日火曜日から、えー、午後二時から三時三十分。会場が対局。障害学習センター三階で講師、npo 保持、金融と証券を学習する会。対象はど、どうなった対象？ えー、区内在住在勤在住勤学の方定員25名結構多いですね。あ感染予防十分配慮したうね。はい講座の申し込み方法。えー、っと電話の場合暮らしの相談課消費え消費者担当電話0352461144ファックスの場合ファックス今使ってる人いんのかな使ってます使ってないよね。 あのフランス住んでる時にえっ、ー、と姉になんかメッセージ送んのにファックス最後に使ってたと思いますよで姉からもなんかあの来てたりとかでもその後はねその後ってこともないけど多分あのメールと同時進行ぐらいでやったんでもうほぼほぼもうメールの方になりましたけどねでえっ、ー、とインターネットの場合がまああのパソコンでのお申し込みは、まあ、こちらの外部サイトからってことになってますでえっ、ー、とねなんか で僕もたまに言われるんですよあのやっぱね役者とかそういうアーティスト関係は自分ねあの稼も、まあ、稼げる方と稼げない方ってもう結構両極端なんででやっぱ例えばリハーサルとかになったらあのねまずねそこで収入ない人なんて結構多いんであのそういうなんか投資とかやってえっと地盤固めた方がいいよみたいに言われるんですよでも難しそうでね,あのねよく進めますけ難しそうでよく分かんないです。 あと仮想通貨とか怪しそうでちょっと <laughs> 全然踏み込めないです <laughs> あとなんかあとたまになんか時期的になんか急になんかあの疎遠になってた友達から連絡来て「あのお茶しようよ」っつて「おいよ」ってお茶行ってなんかなんか急に。 なんか男の人で「俺肌きれいになったと思わない?」みたいな言われて「いや別に変わんないけど」って言っ最近こういうの始めてなんかあの化粧品セット出してきて <laughs> これやらない?」みたいな, <laughs> なんかそういうのとかね急に疎遠になった友達が急に来る連絡はねちょっと注意しようと思ってますけど <laughs> はいじゃあ以上えっ、ー、と「体得ニュース」でしたありがとうございますはいえー続いてえっ、ー、とーはえっ、ー、とアズうからのお知らせですかね あってますよねアズリからお知らせいきたいと思いますえっとあれこれ画面は出ますかねありがとうございますはい、えー。マユジーンのマンスリーミュージックトラベル、えー、第4土曜日13時から MC ママジーンことアワミカさん、えー、5月29日スタートになってます来週ですかね来週の土曜日スタートいたします、えー、MC の方は謎に包まれているようですのでとにかく見てくださいとマユジーンさんってね マユジーンこっちは「眉ジーン!」の「慢性ミュージックトラベラーのに MC「ママジーン!」になってますねどっちがいろいろ謎になってますんで気になる方は是非チェックしてみてくださいありがとうございますはい続いて次はえー、あっ三沢レインさんねこちら来ていただきましたあの方もねごついっすよね顔は優しい顔してんのに体がすごいでかかったな 5月29日土曜日10時から水沢レインのメイン MC 番組番組名「水沢レインのブラックなささやき」役者の水沢レインが今後自分の冠番組を持ちメイン MC として番組をやっていけるのかお試しをする番組です水沢レインが今まで共演した舞台仲間や演出家映像仲間を招いて今までのひどい目にあった今では言えるぶっちゃけたい話を語り合う。 っていう番組になってます。まあ、ね、あのひどい話じゃなくえっなんかねあの面白い話も <laughs> レインさんお待ちしてます。はい、こちらもね来週土曜日五月二十九日十時からスタートになってます。ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。はい続きまして、えー、あミサワレインさんねミサワレインを応援してくださる皆様へミサワレインさんからメッセージだったですね。レインの未来に向かって説明会のご案内。 2021年5月27日木曜日17時から場所台東区浅草橋2の29の12ホテルマンデーかなモンデーモンデー,モンデーない2階レストランホールミサーレインの役者人生を大きく左右する作品に出会いましたいつも応援してくださるファンの皆様に応援し支援してほしいことがありますその説明会を開催させていただきますミサーレインの役者人生の飛躍の瞬間を一緒に見届けてくだされば幸いです はい、こちら完全予約制になっております。えー、予約先が水沢レイン SNS、えー、鳥越アズリ FM、えー、株式会社アズリにて賜ります。アドレスアズパンアットマークアズリンクドットコム、えー、ツイッターの方もアットマークアズパン FM 電話番号03582948140358294814です。はい、ぜひご連絡お待ちしております。ありがとうございます。はい、続きまして。 えー、おジョバスチャん出ました女子バスケ番組ジョバスチャん新 MC 募集オーディショントリコエアズレーヘムが開催する初の本格オーディション合格者を女子バスケ番組の MC として冠番組をお持ちいただきますとねで募集要項がねあの画面大きく僕最近ね何だろうすごい目が悪くなってなんかあれです、えー、募集要項 応募資格16歳以上性別経験不問弊社スタジオまで来れる方、えー、弊社こちらはね浅草橋駅か倉前駅の近くになります、えー、解散日随時、えー、応募締め機か2021年5月31日応募方法が info a z u r i n g c o m まで履歴書写真を添付の上ご連絡くださいオーディションの流れ、えー、審査、えー、書類審査合格者にのみ大最終審査 審査の日時をお知らせします最終審査弊社代表者らによる面接合格者発表オーディションに関するお問い合わせは、えー、0358091835担当小町藤原までお待ちしておりますこちら締め切り5月31日なんでねえっ、ー、とあと10日ですねご興味ある方はぜひ応募してみてくださいお待ちしてますはいありがとうございます以上ですかありがとうございます以上えっ、ー、と曲からの何だ、えー、ろう <laughs> お知らせでした。<laughs> 募集要項っているのかな？<laughs> はい、ありがとうございます。はい、続いてえー、続いて協賛店の方行きたいと思います。ありがとうございます。はい、最初はスパニッシュイタリアンロジカさんになります。jr 都営浅草線浅草橋駅から約3分神田川沿いにあるスパニッシュイタリアン。ン 川にはいくつもの館船があり風情がある場所です空から見ても明らかにボダンで素敵な空間と雰囲気なんですが家族連れがいたりカップルがいたりといい雰囲気ですもちろんランチタイムは OL さんやサラリーマンの方にも大人気となっておりますそして、えー、今ねちょうどワイン出てますけども17時から19時はハッピーアワーでグラスワイン半額すごいですね いいワインを安く飲もうをコンセプトに常時7種以上のラインナップをご用意しておりますワインはイタリアンだけでなくフランスチリオーストラリアといろいろありますねワイン確かにね今昔ワインイコールフランスのイメージだと今ねチリとかあとアメリカのねあのカリフォルニアワインなんかも美味しいものもあってもちろんね日本も美味しいワインとかね最近すごい作られてる,るんでね僕もたまに飲みますけどねワイン好きなんではいえっ、ー、とーねメニューいきましょうかなんだろうメニュー はいあテイクアウトもやってるんですね僕ねこれランチ食べてね肉のなんか3種盛りみたいなのすごいボリュームあって美味しかったですよはいえっ、ー、とーねそして、えー、こちらですねあパエリアもあれですもんね確かそうあさり赤貝ムール貝などの魚介をふんだんに使った濃厚なだしが味の決め手当店自慢の本格パエリアも是非お試しください。 パエリア食べたいですねなかなか家でつけないもんね僕ねイタリア人の友達にパイリア自家製のパエリア作ってまたそれが最高なあとはお店で食べたことあるんですけどいやパエリア美味しいですねまた食べたいです <laughs> コロナが明けたらちょっと食べねみんなで食べいきましょう <laughs> はい続いてありがとうございますおご,おごりませんよ <laughs> おごりませんよ <laughs> スーパー割りまですよそんな <laughs> ありがとうございますはい続きまして えー、リボンさんになりますはいエキゾチックレーザーの専門家であるリボン使用する革素材にはこだわりがあります国内革製品メーカーへ卸される最高品質の最高級比較の中から特に革の表情がユニークなものを使用していますねこれ革いいっすよねはいじゃあ下の方に行って多分ね今一押しのウォレットなんだっけえっ、ー、とリボンウォレットですねありがとうございます、えー、リボンウォレットはウォレットを友人同士夫婦間 カップルなどで共有できる今までにありそうでなかった、えー、特許取得のシェアウォレットですお互いの割れを持てばより相手のことを身近に感じられるとリボンは考えていますリボンウォレットの組み合わせは無限大あなたの愛の形を表現してみませんか制作はユニークな顔を生かしてくれる腕が確かな職人比較一枚一枚の生命の歴史を手のひらから感じられるよ他にはないウォレットですでえっ、ー、とーね ウォレットリボンさんは、えっと、オンラインもやってますオンラインの方ですと、えっと、だ小銭入れとか名刺入れとかねあとなんかねいろいろ作ってらっしゃるんであの気になる方、えー、是非、えっと、オンラインの方もご覧になってくださいでリボンさんで取り組んでる製品は全ての工程を東京の職人が手作り製品、えー、手作り製造する本物のメイドイン東京です エキゾチックレザーはもちろんファスナーや裏地などにもこだわりを持って吟味したものを使用して自分なりのオリジナリティの追求を根幹として製品を発表しておりますはいリボンさんでしたいつもありがとうございますはい続きましてリン、えー、さん、はい、居酒屋リン浅草橋本店 JR 線浅草橋駅東口から徒歩2分都営浅草線浅草橋駅 a 語口から徒歩30秒 居酒屋リンさんではお酒が進む定番の居酒屋メニューをはじめフィリピンで定番のメニューなどさまざまな人に楽しんでいただける料理を安くおいしく提供いたします店内は広々63席カウンター席は8席ありお一人様も女子会も団体さんもパパ会もママ会何でもご利用いただけますカウンター席目の前にはテレビがありワールドカップ観戦もオリンピック観戦もお楽しみいただけますさまざまな予定居酒屋リンさんをご,用意ご利用くださいませはいメニューなんかありますかね 僕もねここ美味しかったですよ、ね、でもあのフィリピン料理シュシック食べてねすっごい美味しかったです。平日16時から19時まで地域最安値挑戦ハッピーアワーを開催しています。 えね、今ちょうど出てますね僕あそシシックとかねバナナ巻きこれとか美味しい美味しかったですよデザートなんですかねこれはバナナの甘くもデザートなのかな最後の方に食べたと思うんで、はい、日本人の皆様には馴染みの少ないフィリピン料理居酒屋リンダその中でも特にポークバーベキューチキンバーベキューシシックに力を入れていますお肉にバーベキューの味を染み込ませることでお酒もご飯も何杯でもいけちゃう一品ですシシックは豚の耳頬の部分を刻み強い火力で炒め 卵とマヨネーズで、ま、混ぜて召し上がっていただくお料理です青唐辛子のパンチもお楽しみくださいこの機会にぜひ居酒屋りんでフィリピン料理をいかがでしょうかうわすごいいっぱいあるのでうわ美味しそういやこれはねいくらでも食べれそうですね <laughs> いやめちゃめちゃ美味しそうですねいややっぱシシックかなあ,あとはね左下のなんだろうこれなんでしたっけシシックじゃなくてシシックは右上のやつでしょ バーベキューかあポークバーベキューかなこれしそうですねいやー豚肉食いたいですねがっつり食べたいです <laughs> 何だろう今日金曜日だからかななんかね金曜はなんかこういうふうに8着でいっぱい食べたいなって思うんですよ <laughs> 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 ありがとうございますはい居酒屋りんさでしたありがとうございいますはい、続きましてえー、串焼き居酒屋紅屋さんになります都営地下鉄大江戸線新御菓町駅から徒歩6分 東京メトロ日比谷線中御徒町駅徒歩8分 JR 山手線御徒町駅徒歩11分 JR 総武線浅草橋西口から徒歩13分広々とした店内はテーブルで足を伸ばして過ごせる堀ごたつの席もあるので老若男女問わず楽しめますおつまみもお酒もリーズナブルに設定してあり軽く飲んで帰りたいお人様ももちろん6名から12名様のグループもご利用いただけます新御徒町周辺の4つの駅が最寄りで お仕事帰りねこちらあのねちょっと料理写真がねこの今3点ぐらいしかちょっとホームページに載ってないんですけどもえこんがりと焼き上げる串焼き串打ちも一本一本すべてお店で行うというこだわりで長年の培った経験を生かし鳥の部位により差しを変え焼き鳥のうまみを逃さぬよう丁寧に行っておりますまたタレや味噌はすべて自家製のものを使用 甘辛いその味はやみつきになること間違いなしです是非相性抜群のビールを片手に豪快にかぶりついてお召し上がりくださいそして850円からご提供する高コスパのランチもごついお楽しみください味噌汁サラダ小鉢おしんこはすぎご飯はおかわり自由になってますそう僕もこれねあの行ってきたんですよねあの美味しかったです美味しいしあのコスパが半端なく良かったです ねえー、とちょうどね昼に行って11時半に行ったのかなその時はいなかったん、ね、で、まあ、12時もあったらね結構人がサラリーマンの方応援の方入ってきたんでねあの人,あの人気あると思うんでね近くにいた方ぜひあの寄ってみてください美味しいですよベニヤさんありがとうございますはい続きましてはいコミメンタルコミットロボットパロになりますアザラシ型ロボットはい医療福祉施設などのセラピーやトレーニングのツールとして医療介護福祉 施設での精神的ケアやご自宅で本物のペットが飼えない方のパートナーとして選ばれていますメンタルコミットロボットパロ人の心を元気づけ穏やかにするアザラシ型ロボットパロになってます、まあ、今写真、ね、出てますけども、はい、これ今、ね、ちょっと動画じゃないんで動かないんですめちゃめちゃねまばたきしたり鳴き声したり動きます YouTube 動画たくさん載ってますん、ね、でパロとは人の心をケアするアザラシ型ロボットです パロは本物の動物と同じように人と触れ合うことで人の心を元気づけるストレスを軽減するコミュニケーション活性化するなどの働きかけを行うアザーシ型ロボットですパロによるロボットセラピーにはアニ,アニマルセラピーと同様のメリットが認められています大きさは体長5 5ンチ、体重2 5キロと人間の赤ちゃんに近い設計ですコミュニケーションロボットといっても言葉を介した コミュニケーションはできません。パロは動きや鳴き声など非言語的な方法でコミュニケーションをとります。例えば、個別に名付けた名前を呼ぶとそれに反応したり、声がけやナイるなどの動作に鳴き、声を答えたり、まぶたや足を浮かして反応したりします。で、これはあのね。あのー、なんだろう。福祉施設にね。連れて持ってった。あのー、動画とか見たんですよね。おばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんすごいね。笑顔になって。ね、あのー、いいね。いい動画見ました。 でなんであのマンションでね買えないとかあとねそうさっき言ったそのおじいちゃんおばあちゃんの福祉施設なんかもぜひいいと思いますでこれであのパロはさっき言った台東区ニュースで言ったあの何だろうお泊まり会に、まあ、でき入れないってことですね体長 55cm なんで 5cm オーバーして <laughs> ねパローが泊まってたら面白いんですけどねなんか泣き声泣きながら本読んでたら面白いと思うんですけどね、はい はいこちらパロでしたありがとうございますはい続いてかけるさんになりますザ・かける倉前店倉前から約5分和食とお酒かける神田本店の姉妹店でございます店内は1本杉の1枚単位ソファーチェアでゆったりとできる空間になっておりますまたテラス席ではバーベキューができるようになっております串揚げがメイン料理の神田本店とは少し違い倉前店は新鮮なお刺身や陶器限定のおでんなどこだわりの和食を提供しています 店主が厳選したお酒は日本酒たくさんご用意しております。はい、こちらもね。あ多分ね。あの店内これめちゃめちゃ新しいんじゃないかなと。あの居抜き居抜きって言うんです。居抜きでもなくて。<laughs> 失礼しましたね、すっごい新しいんであのう、ー、なんだろうテーブルカウンター席で僕食べたんですよもうめっちゃめちゃ広くてあのー、居心地いいですで、なんか噂によると伊豆津監督が毎週食べに行ってるって噂も聞きましたで美味しかったですはい <laughs> かけるさんでしたありがとうございますはい続きまして a、えー、ブレスさんか開封指揮会社ブレスになります はい、株式会社ブレッサーはビルマンション共用部を主とした電気工事会社ですで台東区浅草橋にありますね浅草橋にある会社ですが工事範囲は1都6県となりますまあ、都内神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木となりますはいで、リゾートマンションの中でマンション共用部分に電気料金削減提店及び実施ね、マンション管理の方とかマンション持ってる方 連絡してみてください。何、えー、だろう漏電駆けつけ、急な停電の仮設工事、急な停電の仮設工事ってあるんですね。仮設工事も行っております。急な駆けつけができる会社は貴重ですね。インターホン工事や BS アンテナ工事も対応可能です。電気に関するどんな小さなこともお気軽にご相談ください。ブレスがトラブル解決いたします。ブブブレレレススががね右下ののお役に立てること電電工工事のラインナップ電子ーーカー工事 LED カー工事非常灯工事テレビや BS の工事電気工事意識まあすごいですね点検のラインナップ点検か点検もしなきゃいけないですもんね高圧キュービクル点検キュービクルってあのでっかい箱のこと箱っていうのかなそうあこれですねキュービクルね点検これ点検しなきゃいけないですねあのー、まあよく街歩いてとまあ目に入りますけどなまあ多分電気関係のやつだろうなと思ってね、あのー 疑問に思ってますもう点検必要なんですねはい、えー、さらに、えー、高圧電気の点検や工事も行っています今の点検業者さんの価格を見直したいと思ったらブレスに電話してください、ね、画像が出ていますが一般的に高圧電気の設備はキュービクルといいこちらの点検なども可能ですね、すごいですねこれの点検工事必要ですねはい えー、それではブレスさんの連絡先をお願いいたします。連絡先が、えー、電話番号ゼロ三五八二九四九七八ゼロ三五八二九四九七八なっております。はい。でこちらのブレスさんがね今私どもがいるこちらのトリケエ、えー、FM ですねアズリ FM の方の、えー、電気配線のこの全部あのブレスさんがやったということなんでね信用を受ける会社ですのでぜひ連絡してみてください。お願いします。 はい、ありがとうございます。以上共産点でした。はい、続きまして最後、えー、伊豆津監督のブライですかね。はい、ちょっとお待ちをください。<laughs> 大丈夫です。で、ブライすごいね、またこう先週そうですね、5月15日ちょっと過ぎちゃったんです伊豆監督のトークショーなんかね、ネットニュースかなんかでも僕見たな、なんかそうちょっと行けなかったんですけどもね。あとは下高井戸シムシネマの方でも。

姉 <laughs> さんまな板使ったやつちょっと今吹き出してもうちょっと思い出してね吹き出してしまて <laughs>。 伊勢監督のですねこちらが新しい情報としまして「下高井とシネマ」6月5日から6月11日そして、えー、青森、岩手、宮城、山形福島の方でで、ね、公開が7月公開予定になんて多分ねこれコロナの影響で延期しちゃったんでしょうね多分、まあ、以前が確か3月公開予定とか4月だったなそれが今7月公開予定もしかしたら伸びてんのかもしれないですね今映画館で閉まってるところもあるん、ね、で。 で兵庫県、えー、神戸アートビレッジセンターで2021年7月最,あ最上映予定なんでねすごいですね人気。ねあのー、ブライね僕も見ましたけどねあのー、小昭和のアウトローっていうのがあのー、ねあのー、まあヤクザもの目線ヤクザものの、まあ、生き様っていうのが、まあ、そこにスポットあったまあ昭和神みたいな話なのですごい昔みたいなあのー。 なんだろうあの薬剤薬剤方とはちょっと違うかなと本当んの昭薬剤を通した昭和史みたいなねすごい面白かったですね例えばあのテレビにあのこういう曲流れてたなとかこういうゲームセンターあったなとかっていうのがあってであのー、ね僕はね伊豆監督の映画好きなのがねあのメインの役者さんだけじゃなくてその脇役たちもねすごい生きてんのが、あのー、面白いな大好きだなと思うんですよね。 あのねぜひあの近く伊豆監督ファンもしかねまだね他の映画ファンの方でもいいんですけども、ね、ぜひあの日本映画を見てくださいね面白かったです <laughs> 最近のね僕はね日本映画僕好きなんですよねあの日本の映画あんま見なくなったのがななんかちょっとアメリカっぽくなってきたなっていう感じの映画が多くなって見なくなっちゃったんですねでやっぱ日本映画は日本映画の良さっていうのがあるん、ね、でその なんだろうなストーリー展開の流れって言うんですよねでアメリカの,あのハリウッド映画とかあまあ面白いのはありますけどもね、あのー、でも大体なんかパターンが似てるなと思、まあ、最初の5分間でまあ主人公の紹介して大体5分後ぐらいになんか事件が起きてそこからそれを解決するたびに盛り上がってて一回挫折してそこから盛り上がって、あのー、ラストまで行くみたいな流れがなちょっと、あのー、多くていや日本映画って結構なんだろう淡々と。 進んでってるみたいなまあでもそこにまあ井豆監督のやつはエンターテインメント性とかあったりもちろんね昔の黒澤明監督なんかはもうもうほんとエンターテイナーの映画ですねあと僕ねあと真逆にいのが小津安次郎監督かなと思うんですけどあのエンターテインメント性というかもう淡々とその日常を追ってってるような映画とか好きですねあとねあとたまにやっぱね嬉しいのがのヨーロッパの あの映画とかでもすごいその映画のセオリーを打ち破ってるような映画のストーリー展開っていうのがあるんですけハリウッドでいうと、まあ、さっき言ったみたいに大体の展開が決まってそのヨーロッパのやつってんか日常からどうやってその盛り上げるんだまあその役者さんの力とかもあんのかもしれないんですけどね昔あとどこだっけなどっかの映画でね「ノーマンズランド」って映画で絶対知らないじゃ <laughs> で「ノーマンズランド」はなんかね戦争中の映画多分「ノーマンズランド」ってタイトルだと思うんですけどあの地雷の上に相手の、まあ、敵国の兵士をあの寝せてそれを確認してきたやつを地雷で爆発させてなんか殺したろうみたいな話しかけたら実際その死んだと思っていたら死んでなくてみたいな、あのー、なんだろう。 戦争してた2人からが協力してなんかするノーマンズなのあれすごいね面白かったです映画館で2回見に行った記憶があるんですねああいうのもなんかねそういうハリウッド映画じゃなくてそういう結構無名なって言うんですよね映画とかあの発見した時の喜びってすごい面白いんでぜひブライも皆さん見てください面白いですよはいそれではえっとまもなく『えー、アズリーモーニング』1部終了したいと思いますそれではえっと10分後ですね9時から『えー、アズリーモーニング』第2部 スタートしたいと思います。本日もゲストさんいらしております。今日はね傘の話になるかと思います。はい、それではえっ、ー、とこれから出勤される方、えっ、ー、と今日も、えー、気をつけていってらっしゃい。また第2部でお会いしましょう。ありがとうございます。